ウィズコロナの生活が日本より先行しているニューヨークを先日小池知事が訪れました。ニューヨークのコロナの現状を出張に同行した都庁キャップの白井記者が取材しました。東京からおよそ1万キロ、先週ニューヨーク市を訪れた小池知事。まちづくりの状況やスタートアップ企業などを視察しました。人口800万人を超える大都市ニューヨーク、これまで最大で1日4万人を超える感染者が確認されることもありました。それが今では、こちらニューヨークのタイムズスクエアの前にいます。観光客の多くはすでにマスクをつけていません。感染拡大から2年半が経ち、ブロードウェイではミュージカルが再開され、多くの観光客が訪れるなど、街は日常を取り戻しつつあります。パンデミック、 I don't know nothing. It's came and passed. It's finished. No pandemic anymore. Like a few years ago. Just normal. We forgot everything about corona. I hope never repeats. It's behind us. So we have a chance to live normal or new normal life. I'm outside and it's windy. I follow the science. I'm an engineer.And I believe in science. I'm going to a theater and I will wear a mask in the theater. Yeah. Restaurants, it all depends on my proximity. ニューヨーク市では飲食店や映画館、劇場などではマスク着用が義務付けられていましたが、今年3月に着用義務が廃止されました。さらに今月、公共交通機関でのマスク着用を義務ではなく個人の判断とすることにしました。ウィズコロナが進む都市の実情を現地メディアニューヨークワンの記者に聞きました。 Additionally, the virus, the cases aren't as severe or as serious as they were previously, so that's a whole other level of conversation, and that's why people may be less concerned as they travel about the city.2020年のピーク時には市内で1日に700人ほどが死亡していましたが、現在では死亡者数が10人以下まで減っています。この状況を踏まえ、市民たちは新たな生活様式に踏み出したとエミリー記者は分析しています。So that we can return to a new kind of normal, the kind of not necessarily what we had before the pandemic, but a new stage where we can live our lives, go to work, go out to eat, students can go to school and not be attending school over Zoom, and have some semblance of normalcy. 現地時間の15日、ニューヨークのアダムス市長と面会した小池知事。コロナとの共存について、互いの都市の状況を意見交換したということです。ニューヨークではもうすでに、多くの方がですね、経済活動に取り組んでおられると、いろんな意味でニューヨークの洗礼というのも学んでいきたいと思っております。ニューヨークが踏み出したニューノーマル、東京都もコロナとの共存を打ち出し、社会経済活動の再開を目指す中、今回の小池知事の視察がニューノーマルへの転換点となるのでしょうか。ニューヨークの街の様子、そしてニューヨークの人の感覚、率直に羨ましいなというふうに私は感じましたが、それでは小池知事のニューヨーク市長に同行し、現地を取材した都庁キャップの白井さんに話を聞きます。はい、ニューヨークでは街中ではほとんどの人がマスクを外していて、つけている人を見つけるのが難しい状況でした。さらにですね、レストランやコンビニの店員もマスクをつけておらず、東京ではまるで考えられない光景でした。また小池知事の視察の時にも印象的な場面がありました、それがこちらです。小池知事とアダムス市長の面会の際、東京都の職員がマスクをつけていることをニューヨーク市の幹部が不思議がり、その様子を察して
東京都の職員がマスクを外すといった場面なんです。現地では公務員などもマスクを外すのが通常の行為になっていることが感じられました。そうなんですね。太田さん、このマスク事情どのように感じられますか？私も8月の最終週ですかね、ちょっと国際会議の取材でニューヨーク国連本部行ってきたんですけどね、もう私もびっくりしちゃって、もうお店に行ってもレストランの方、コックさんも板前さんもマスクしてる方ってほとんどいらっしゃらないっていうんでね、ただこれ先ほどのエミリー記者の話にもありましたけども、やっぱり市民の意識ですよね。どう考えるか、すなわちそれはリスクとコスト、コロナによるリスクコストをどこまで社会が許容していけるのかっていうコンセンサス作りがやっぱり基盤にないとなかなかこうならないんでですね、日本はこのどうやってじゃあ社会のコンセンサスをニューヨークが作っていったのかっていうことから学ぶ、必要があるんじゃないかと思いますね。さあ、小池知事はアダムス市長との面会で互いの都市で観光策を進めていくと話していましたが、白井さん、ニューヨークの街、観光の面ではいかがでしたか？はい、VTR にもありましたが、タイムズスクエアの前にはさまざまな国の観光客が訪れ大変にぎわっていました。またレストランや観光バスにも多くの人が殺到していて、活気が戻っている様子が伺いました。太田さん、インバウンド復活に向けて東京の課題、どういうところにありそうですか？そうですね、これだからやっぱり受け入れる東京の市民の皆さんもどう考えるかっていうふうな安心できる、受け入れ体制必要ですから、やっぱり先ほど申し上げたように東京の都民の皆さん、それから国民全体でね、これコロナが収束していくんだけど8波もある中でどういうふうにこうね、やっぱお客様を受け入れていくかっていうふうな社会のやっぱりコンセンサス作り、そこをしっかり進めていく必要があると思いますね。その舵取りというのはやはり国であったり都であったり、だからそこはしっかり小池知事、それから岸田総理、国土交通省、観光庁を抱えてますから、いろんなそういう政府、それからやっぱり市民の声とかね、議会の声とか、やっぱ幅広く意見を聴取して、コンセンサス作りを進めていっていただきたいと思いますよね。はい、東京都が世界的な都市とどう足並みを合わせていくのか、今後が注目されます。ここまで白井記者とお伝えしました。